日5日は30歳の誕生日ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は5日、日時間6日、30歳の誕生日を迎えた大谷翔平投手へワインを贈ったと明かした。ロバーツ監督は誕生日おめでとうとだけ伝えた。ボトルを一上げたと笑顔で明かした。ロバーツ監督は自身のワイナリーを所有するほどのワイン好きとして知られる。指揮官はおめでとうとだけ伝えた。彼は盛大なお祝いは好きではないんだ。ちょっとしたおね。ワインボトルだと話した。52歳の指揮官は5月31日の誕生日のお祝いに大谷とマミッコ夫人から岡山さんの日酒とチョコをもらったことを明かしていた。ロバーツ監督以外でもエンゼルス時代から大谷と交流のある地元放送局ネット LA のレポーター細本氏が誕生日おめでとうと日語で話すなど現地では祝福ムードに包まれている。フルカウント編集部。